こんにちは、編み物ジャーニーです。今日はハンカチタオルをアフガン編みの裏編みで編んでみようと思います。それでは早速、裏編みのアフガン編みでハンカチを編んでみようと思います。裏編みというのはくねくねくねっと出ている模様と反対側はちょっとポコポコポコっとした感じの模様が出ています。プレーンアフガン編みというのはこのようにこう筋が入った感じで、表編みという編み方を繰り返しています。それに対してこの裏編みを繰り返すと模様がちょっと違って見えるんですよね。でアフガン編みには表編みだけで編んだものと裏編みだけで編んだものと、それを組み合わせてカノコ編みという編み方で編んだものがあったり、長編みを入れたり玉編みを入れたり、いろんな編み方がありますので、一つ一ついろんな編み方で試していきたいと思うんですけれども、今回は裏編みという編み方でハンカチタオルを編んでいきたいと思います。それでは早速編み始めます。今回もいつもの通りオーガニックコットンフォームで編んでいます。色はリリーフルーツ染めという色を使っていて、ブルーベリーって書いてますね。とっても可愛い色です。番号で言うと色番は505番になってます。使っている道具はアフガン針の長い方のタイプで8号になります。ちょっと番号が色あせてますけど8号になります。アフガン編みは指定の号数より少し大きめのもので編んだ方がちょうどいいとされています。編み目がきつくなりやすいのがアフガン編みの特徴なので、その辺はきっちり5号で編むよりもちょっと大きめの針を使うと綺麗な編み目になるんじゃないかなと思います。それでは早速編んでいきます。アフガン編みは今回作り目鎖編みから始まります。鎖編みを35目で始めてみようかなと思います。この大きさは人によって好きなサイズがあると思うので、それぞれでいいかと思います。まずは鎖編みから始まりますね。8号の針で編んでますけど、ゆったりというか普通に8号の針で普通の手加減で編んでいったらいいと思います。はい、鎖編みが35目編めました。ここまで編んで35です。こちらから始まってここにたどり着いたところです。これからアフガン編みの裏編みというのをするために縦の目というのを拾っていきます。アフガン編みは縦目というのを棒針にどんどん溜めていきますので、この拾い目を裏山を拾って編み進めようと思います。棒に入っているアフガン針に入っている目は数えませんので、ここが35です。最後の目、この目に対してはもうここにいます。ここですね、この目の最後に対してはここにもう縦目がありますので、その次の目の裏山を拾います。裏山はここですねに針を入れて、糸の下に潜っていって出してきます。これで縦目が2つできたことになります。裏山を拾いながら35目縦目を拾っていきます。この取り方はプレーンアフガン編みと同じで、プレーンアフガン編みというのは表編みを繰り返す編み方になりますので、今やっているのは表の取り方になります。
裏山見つけて、アフガン針が糸の下に潜っていって、左に倒しながら引っ掛けて一旦出します。ここまで1段目の縦目が35目編めました。目数はここで確認します。 1,2,3,4,5 と数えていって、ここが35ですね。アフガン編みは行って戻っての往復で編みますので、今から戻り目をします。記号で書くとこのようにちょろっちょろっと書いたのが戻り目になります。行きと戻りで1セットです。戻り方をやってみます。針の持ち方としては下から持つのが正しい編み方とされています。持ちやすいようでいいとは思うんですけれども、基本はこの下から持ちですね。戻り目は今まで通りです。表目と同じです。ただ今までとちょっと違うのが、最初に1本だけ取るのではなくて、戻り目でいきなり2本戻っていこうかと思います。これは端っこの目がうまくいくように、プレーンアフガン編みの時にお伝えしたのとはちょっと違いがあります。端の目、最初の戻り目はかけたら2本くぐります。続けてかけて2本、かけて2本、このやり方で最後まで戻っていきます。1段目が編めました。縦目拾って戻り目までしたところになります。これから2段目に入ります。今回はアフガン編みの裏編みという編み方で編んできますので、記号は横棒になります。編み図記号ではこの横棒のになっていますけれども、その拾い方を説明したいと思います。今回は端の目をきれいに使いたいので、両端は表目の拾い方、間は裏編みの拾い方、裏編みでしていきます。もうすでにここには目がかかっていますので、表が自然と編めたことになっています。裏編みをします。裏編みの編み方は、糸は編み針の手前に来ています。表の編むときは糸は向こう側でした。ここが今回違います。糸は針の手前、入れ方は右から左に。ここまですると編み針の手前に糸が2本見えてます。この状態から編み針を糸の上に乗せます。その状態、このかかり方、このまま縦目の中と糸をくぐります。引っ張り出して向こうにねじるように針を出しました。これで裏目が一つ編めてます。もう一回繰り返します。糸は手前、右から入れて、針を糸の上に乗っけて引き出します。引き出す時にねじって向こうに押しやるようにですね。こんなイメージは向こうに押しやるです。これがアフガン編みの裏編みになります。この向き大事です。針を乗せてかかったこの糸の流れ、このままくぐり抜けます。最後
2目引き抜いたところがこのような形になっています。ここは手前は裏編みします。最後から2目目は裏編みをして、端の目は表編みをします。プレーンアフガ編みの時と同じように2本針を入れて表編みですね。ここは表編みです。表編みも1回しましょうか。糸は向こう側ですね。針を手前から入れて、表編みの時は下に潜ります。そこから糸をかけて一旦出します。こうすると35目がの棒針に針にかかってます。ここから戻り目をします。戻り目は端左端は2目一緒に抜きます。糸を背中からかけて2本一気にくぐります。かけて2本、かけて2本。このやり方で正方形になるまで繰り返していきます。ここ戻ってしまってから2段目が終わったことになります。裏編みのアフガン編みで正方形に編めました。私の場合は35目で29段編んだところになります。大きさを確認してみようと思います。横幅が18センチ、35目で18センチでした。縦もだいたい今同じになってます。18センチですね。ちょっと引っ張り気味に縦横18センチになるのが29段ということです。最後の段は今行って戻って往復編みしたところなんですけど、このようにスカスカっとちょっと穴が開いた感じになってます。ここから引き抜き止めというのをしながら完成させていきます。引き抜き止めは記号で書くとこのような黒丸になります。引き抜き止めをしていきます。今回は裏編みで編んでるので裏編みの引き抜き止めのやり方になります。表目のプレーンアフガンの時とは違いますので気をつけてください。やり方は裏編みの編み方と同じです。糸は棒の手前、針の手前に置いて右から縦目を拾います。針を糸の上に乗せながらかかった糸を抜きます。向こうに押しやるように抜きますけれども、最初にかかっていたこの目まで一気に抜きます。これが裏編みで引き抜いたことになります。次の目も裏編みを編む要領で向こうに出しつつ、私はこのまま一旦出して引き抜くみたいな形にしていますけれども、裏編み出しながら編みながら向こうに押し合ってかけずにこのまま抜く。そうすると鎖編みのように裏編みしながら終わっていきます。常に一目かかった状態で裏編みを一個して、本当はそのまま抜いてもいいんですけどね、このまま抜きます。この編み方で最後まで編んでいきましょう。はい、裏編みの引き抜き止め最後のところいきます。最後の目まで同じ要領で進みますね。あら、取れちゃった。よいしょ。
号にかけて押しやるように引き抜く。糸は手前で上から乗せて向こうに押しやって引き抜く。縦目、最後はここも拾います。裏編みです。かけて押しやって引き抜く。最後はこの2本ですね、表編みの要領で引き抜きます。はい、これで裏編みの完成です。今回は糸がこのくらい残ってます。このままフリルで縁編みしていってもいいんですけど、一旦編み終わって糸を切りますね。違う色で縁編みをしていこうと思います。終わり方は最後の輪に糸を引き締めて終わります。縁編みをしていきます。使う糸は違う色にしたいので、フォームのムクワタベビー、かぎ針は今回6号で縁編みをしていこうと思います。糸を準備して細編みで編み進めたいと思います。角のところは始末が難しいので真ん中で始めたいと思います。そして裏編み、こちらが裏編みで編んだ表ですね。ハンカチの裏はこんな感じです。こう表情が違うので表と裏がですね、それも楽しいかなと思ってます。ずっとアフガー編みの平たいものは表を見ながら編んでますので、編んでた向きが表になります。こちらを表にして細編みで縁編みをしていこうと思います。糸をつけたい位置にこのさっき引き抜いたこの鎖ですね、ここに針を手前から入れて編む糸を準備してきます。中指で編み地と糸を一緒に押さえてます。ここから一旦糸を引き出して立ち上がりの鎖を1個編んで、で後ろの糸、この糸も中に入れ込みながらいきたいので編み地に添えますね、裏の糸。ここから最初に入れた穴に針を入れて目と糸をつけた糸端も一緒に細編みをします。糸より下にかぎ針は入っていて一旦出して背中にかけて2本の中、これで1目できました。細編みでシンプルにいこうと思います。伏せ目をした鎖のように見えてるこの2本と一緒に糸端も入れて細編みですね。今回はアフガン針を8号使っているのでかぎ針は6号でちょっとゆったりめに、手加減ヨレヨレになったり引っ張りすぎたりしないように注意しながら細編みで進んでいこうと思います。はい、縁編みを記号で書くとこんな感じになってます。糸をつけて立ち上がって細編みで進みます。角のところは細編み編んで鎖を編んで同じ目に細編みを編んで、あとはこの拾ったところと戻り目、これで1セット1段になってますので1段ごとに1目1目拾って細編みを編もうと思います。角のところはここですね、細編みをと鎖編みで角を作っていこうと思います。ちょっとやってみましょう。
最後のところの1個手前に今来てます。ここまで細編みで、ここの目が最後の角になりますので、まずは1個編みます。角の鎖を1個編みます。同じところにもう一度入れて、伏せ止めで最後終わった編み終わりの糸もくるみながら細編みを編みます。これでちょっと角がうまくいったんじゃないかなと思います。そして端の目を表目で2本拾いながら編んだことによって、ここがこう整ってるんですね。このように鎖の形みたいに一段ごとにできていますので、ここを一個一個拾っていけば、ここですね、一段に一つ細編みを編むことになります。この空間です。この空間に細編み、この隙間、この隙間を拾いながら細編み、糸端は添えて中に入れ込んであげましょう。はい、一周縁編みを編んできました。角のところは同じ要領でいきますね。もうすぐスタート地点に着きます。四方ともこの鎖が見えるように取っていったら細編みが編めると思います。最後の目はここになりますね。最後の目を編んで、今回のつなぎ方はチェーンつなぎというのでしたいと思います。今編み終わりました。このままの状態で糸端を切ります。15センチぐらいのところでカットします。ここにとじ針を入れてチェーンつなぎするんですけれども、糸を今編んだ細編みの頭から糸が出てくるようにしたいので、糸を引っ張り出して鎖の真ん中から糸が出てきてます。この状態からチェーンつなぎをしますので、とじ針は太めの先の丸まったタイプを使います。糸を通します。穴の開いてる方で半分に折ってぺったんこ、指の中で滑らせて通しました。ここでチェーンつなぎをするんですけれども、糸がさっきも言ったように真ん中から出てます。そして始まりの細編みの頭1目目、ここに手前から針を通します。頭2目、頭の糸2本作ってます。向こうに出しました。はい、程よく引っ張って、最初に編み入れた糸、ここですね、この目にまた真上から向こうに糸を戻します。ここの糸は程よくしておきましょう。最初に糸が出てたところに糸を向こうに引っ張り出します。そうすると新しくここにチェーンができました。これでここがゴロゴロすることなくうまく始まります。で、糸始末をこのまましていきます。今糸がここにいるので、まあ、まっすぐ進んでいきましょうかね。でもちょっとここの糸をすくった方がなんか安定しそうな気がするので、ここを割らないように巻き巻きしていこうかなと思います。今回はくる巻きつけていきました。これ裏ですね。そしていつも私が使っているのが糸始末リキッドを使って、
ギリギリのところでちょんと一滴垂らしてあげて、吸い込まない、なじませてギリギリで切ります。ちょっとだけ固まるんですけれども、糸がほつれていくよりはいいんじゃないかなと思います。ちょっとここ目立つかな。で、始まりの糸とか編みくるんだ糸も私はこれ使ってます。ウールの糸とかだったら糸始末リキッドの必要ないし、頻繁に洗濯しないものだったら全くこの必要ないんですけれども、ハンカチはよく洗濯をするし、この糸端がピラピラピラっと出てくるのがちょっと嫌なので、縁編みとか糸始末はこのように糸始末リキッドを使ってしっかり止まるようにしてます。違和感ある人は使わなくてもいいですけれども、ハンカチとしてはこの端の部分はそんなに使わないし、この端がピラピラ出てくるとあまり綺麗じゃないかなと思うので、このようにして完成になりました。裏編みのアフガン編みもとっても可愛いので試しに編んでみてください。ありがとうございました。